キリスト教は、第二神殿時代のユダヤ教にルーツを持ち、西暦一世紀に二つの宗教に分かれた。キリスト教は、イエスキリストを通して結ばれた、新しい契約とそれに付随する勧告を重視し、新約聖書を聖典とする。ユダヤ教は、モーセのしない契約とそれに付随する伝承を重視し、トーラーとタルムードを聖典とする。キリスト教とは、罪を悔い、 信仰と行動を通して、イエス・キリストを神、救い主として受け入れることにより、個々人が救済されることを信じる。ユダヤ教徒は、伝統、儀式、祈り、倫理的行動を通して、神と永遠に対話することにより、個人とすべての民が救われることを信じる。キリスト教は、一般的に三位一体と受肉を信じている。ユダヤ教は、神の唯一性を強調し、 人間の形を取った神というキリスト教の概念を排除する。ユダヤ教の目的は、神とユダヤの人々の間で結ばれた、しない契約のみを実践することにある。トーラーは、ヘブライ語聖書であれ、デ伝立法であれ、この契約について物語、契約の条件を供給する。デ伝は、ユダヤ人がこれらの契約を守るための大切な、導きであり、 ミシュナーギッティン60ビットに、聖なる神よ、祝福あれ、主とイスラエルの契約を結ばれぬように、クデン立法の美徳によるものでない限りとあるように、彼らが清い生活を送る方法を学び、神聖と平和と愛とをこの世にもたらして助けとなる。そのため、この世は、ケドシャー、可シ者、アミーダー第三の高みに至るのである。元はトーラーを学び実践することで、 それが可能となるとされたが、第二神殿の破壊以降、ミシュナー・ソター 49R に、神殿の破壊以来、人生は以前と比べ呪われたものとなっている。世界を救えるのは、ケズシャーと、トーラー学びの後に交わされる議論だけである。とあるように、祈りを通して行われるという。アミーダーの採用以降、イザヤ書6、3に、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなヤハウェ。 万軍の主、主の栄光は全世界に満ちる。とあるように、本来はユダヤ人にとって日々の義務であり神を性別するものであったトーラー研究の代わりに宣言を通して神の承認を得る。学びと祈りを日に三回繰り返すことは、個々のユダヤ人と神とで交わされた最初の契約を確認することであり、神との関係を途切れることなく維持することにつながる。これにより、 コミュニティとしてのユダヤの人々は、イザヤ書四十二六の予言、主たる我は、義をもって、何時を召し、何時の手を取り、何時を見守る。何時を、民の契約とし、諸々の国々の光とする、を成し遂げようと努めることが許される。それは、歴史の推移や、平和と正常の時代をもたらす神の意図をも超える。そこでは、誠実な生き方と良き行いは、 それ自体が目的であり、手段ではない。キリスト教の目的は、使徒言行録でいう、道に示されるように、救済への唯一有効な経路を人々に提供する、ことである。違法人キリスト教徒という条件でのみ、道は、クリスチャンと称される。キリスト教神学者のアリスター・マクグラスによると、ユダヤ人キリスト教徒は、当時のユダヤ教のあらゆる点を肯定した上で、イエスは、 救世主であるという心情を付加している。イザヤ書49、6は、イザヤ書42、6に、非常に似通っており、使徒原稿613時47分ではパウロにより、引用され、ユスティノスにより再解釈された。パウロを代表とするキリスト教徒の著述家によれば、人々は、現状のままでは罪に満ちていると、聖書は教えている。また、新約聖書は、イエスは、 人の子であると同時に、神の子であり、威嚇的結合によって、こなる神、神の化身となる。イエスが、卓形に処せられたのは、人間の罪をあがなうための犠牲であり、イエスを救世主として、また主として受け入れることで神罰から逃れ、永遠の命を得ることができる。イエスは、新しい契約の仲介者である。モーセのしない契約とは、対照的に、 有名な山城の水訓について、キリスト教神学者の幾人かは、新しい契約の倫理を宣言したものであると考えている。ヨガタ論的解釈の項を参照。タナハあるいは、ヘブライ語聖書の主題は、イスラエルのコラの歴史、特に彼らとその神との関係である。したがって、ユダヤ教は、文化とも文明ともみなされる。再建破損死者のラビモルデカイカプランモーデケカップランは、 その著書、ジュデイズムアズ、エイシビライゼーションで、ユダヤ教は進化する、宗教文明だと定義した。その重要な兆候の一つとして、ユダヤ人であるために何かを信じる必要も、行動する必要もないことが挙げられる。ユダヤ人であることの歴史的な定義には、ユダヤ人の母から生まれているか、ハラーハーに沿って、ユダヤ教に転向することが必要とされる。 ただし今日では改革派も再建派も共に、ユダヤ人の父と非ユダヤ人の母との間に生まれた子で、あってもユダヤ人として育てられていれば、それをそのまま受け入れる。ユダヤ教徒の多くにとって、ユダヤ人の民族性は、神との関係性と密接に結びついているもので、神学上においても強い構成要素となっている。この関連性を端的に表すのが、ユダヤ人の先民思想である。 慣習を固く守るユダヤ人にとって、本来先民とは神との契約の中にあって、その契約に伴う義務として、一定の法にも当然従い、神との契約を選択したイスラエルの子らである。彼らは神の意図とは理想的な国の光、神聖な民族となること、すなわち神の意志に従って人生を過ごして他への霊賞となることであって、 神へと至る道ではないと考える。ユダヤ人にとって救済とは神から惜しげなく与えられるものであり、法の遵守は神の恵みに応える一つの方法である。ユダヤ人は他の国家や民族にはモーセの戒律の遵守を要求したり期待したりしない。しかし例外としてユダヤ教徒の信じる唯一の法律のあの七つの今しめには他の国民も 来世の席を確約したければ、自然と拘束されることになる。このように、民族宗教としてのユダヤ教は、ノアの七回に矛盾しない限り、他の宗教にも、神や神聖や救済へとつながる、独自の異なった道が存在することを否定しない。ユダヤ人のアイデンティティにおいて、民族性と文化が大きな意味を持つ一方で、ユダヤ人が自分をユダヤ人だと定義する方法は、 一つではない。非宗教的なユダヤ人がいて、民族性や文化を基準とする一方で、宗教的なユダヤ人はそれに同意しない。むしろ彼らはユダヤ人の定義をユダヤ教の環境で判断している。その流れで言えば、宗教的な転向者は、非宗教的で民族的なユダヤ人と比べて、よりユダヤ人らしいと感じられる。ラビカプランが、 ユダヤ教は文明だと定義する一方で、多くの人はそれに同意せず、宗教的な伝統と遵守の専念は、単なる文明以上であると述べている。慣習を固く守るほとんどのユダヤ人は、ユダヤ教は愛の物語だという。ユダヤ教とキリスト教は、崇拝に値する真の神はただ一人であるという、信仰理念を共通して持っている。ユダヤ教ではこの真のただ一人の神を、 ひるいなく、安易に口に出すこともできないほど神聖な存在だと考える。おそらくユダヤ教徒にとっては、すべての存在の源、健在化、創造主であり、命を維持する方という表現は、神についての一部分を捉えたものに過ぎない。神が普遍である一方で、神に対する人の認識は変化することから、ユダヤ教徒は、神の存在についても、新しい経験を受け入れる。 キリスト教では、少数の例外を除き、真のただ一人の神は、父なる神、子なる神、精霊なる神という三つの威嚇を持つ。神は、昨日も今日も明日も普遍であるため、キリスト教とは、一般的に、神について理解するために、ヘブライ語とキリスト教の両方の聖書を読む。キリスト教の特徴には、その普遍性が挙げられる。現代ユダヤ教のアイデンティティや思想とは大きく、 隔たっているが、キリスト教のルーツはヘレニズムユダヤ教にある。キリスト教徒は、神がアブラハムやイスラエルの民と交わした約束を、代わって遂行するのがイエスであり、イスラエルは全ての民にとって、神の恵みだと信じている。キリスト教徒の多くは、法がイエスによって完成されて、信仰とは無関係になったと考えている。 ユダヤ教徒他すべての違法人はキリスト教徒になり得るためキリスト教徒は一般的に自分たちの宗教は非常に包括的であると信じている。しかしユダヤ教徒はキリスト教を非常に排他的だと感じている。これはキリスト教の一部の宗派がユダヤ教その他の非キリスト教徒は神との関係が不完全なために神の恵みや救済、天国や 永遠の命から除外されるとすることによる。一部のキリスト教徒にとってイエスは恩寵をもたらす、救世主であると信じることは、明白な規定の信条であり、他の方法で救済を得ることはできないと考える。カトリックでは、性別の恩寵は通常サクラメントを通じて得られるが、サクラメントの外でも与えられる。二つの宗教のこの違いは重要であり、他にも影響を及ぼすことになる。 一例を挙げれば、ユダヤ教へ改修する場合、転校者は、ユダヤ教の基本的な信仰原則を受け入れねばならず、他のすべての宗教を捨てなければならない。その過程は、養子縁組や国籍変更にも似ており、転校者は、アブラハムとさらの異なるとされる。歴史的、宗教的理由から、ユダヤ教とは他者を、ユダヤ教に勧誘することを奨励されていないため、 ユダヤ教に改修したいと思う者自らが率先して行動する必要がある。対照的にキリスト教は大宣教命令に従って各宗派ほとんどが積極的に転校者を募っており、キリスト教への改修は通常信仰宣言となる。キリスト教とユダヤ教はどちらもそれぞれの信者の多様な文化から影響を受けている。 例えば、東ヨーロッパと北アフリカ出身のユダヤ教徒は、同地区の非ユダヤ教徒と同じものを食べているが、信心深いユダヤ人は、すべての食材調整が歌手ルートに適合していなければ、ならないと考える。非正統派のユダヤ教徒と、著名な歴史家によれば、ユダヤ教のトーラーも、また周囲の文化の影響を受けているという。 例えば一部の学者は、ユダヤ教で唯一絶対の神が形成されたのは、アケメネスアサペルシア支配した、ゾロアスター教の二元論に対する反動からだと主張している。またユダヤ教徒が中世に副根を否定したのは、周囲のキリスト教徒に影響されたためだという。正統派のユダヤ教徒からも、ユダヤ人の慣習が、周囲に眼下されて変化した例が挙げられている。 この理由から、ヨセフカロチョ、シュルハン・アルーフが、ユダヤ立法の権威ある規約となるために、モーゼス・イッサーリスが、地域習慣の変化について、解説を付け加えるのを待たなければならなかった。ヘブライ語聖書は、トーラー、ヘブライ語で、教えの意。7十人訳聖書は、ノモス、立法と訳している、ネビーム、ケトビームの3つの部分から成り立っており、 これらを総称してタナハと呼ぶ。ラビユダヤ教では、トーラーは、神がモーセに示したものであり、その中には613の蜜和を含むとされる。伝統的に、ラビの教義では、神はモーセに、成文のトーラーと、クデンリッポーとの二つのトーラーを示したとする。書かれたトーラーが定型を持つのに対し、クデンリッポーは生きた伝統であり、書かれたトーラーの補足というだけでなく、 それについて理解し、語るための手順でもある。聖書にもある、クデン立法の詳細な説話や、ラビについての物語は、アッカーダーと呼ばれる。そこには、ハラーハーと呼ばれる613の解律も含まれる。クデン立法の内容は、イェフーダー・ハンナーシーにより、ミシュナーとして、西暦200年に編纂された。さらに多くの区伝立法がバビロニアとエルサレムのタルムードとして、 それぞれ600年と450年に編纂された。タルムードは重要なもので、法と伝承とを結びつけ、ミドラー主中会を解釈し、千差万別な解釈に、分かれる聖書や判決に監視ラビ間で議論を、戦わせるにも欠かせない。ミシュネートーラー、アルバー・アートゥー・リーム、シュルハン・アルーフは、タルムードの写本から、著名なラビたちが法的規約を抜き出したもので、尊重されている。 シュルハン・アルーフは初期の規約に基づいており、モーゼス・イッサーリスが解説で補っている。それによれば、他の慣習は様々なコミュニティ、特にアシュケナージのユダヤ教いたずらにより実践され、通常正党派ユダヤ教徒により権威づけられている。13世紀に書かれた図を春は、通常、最も重要なユダヤ神秘主義の論文と位置づけられている。現代のユダヤ教派はべて、 タナハ、ミシュナーとタルムードの区伝立法を聖典とするが、神の啓示や権威に関する部分で主張が分かれている。ユダヤ教徒にとってトーラーは、聖文であれ、区伝であれ、神と人との関係について知るための基本的な指針であり、幾世代も何千年もの間にわたって新しい洞察を展開してきたし、これからもそれが続くであろう、生きた文献である。これを表して、 トーラーを何度も何度もめくりなさい。すべてはその中にあるという格言がある。イエスは、山上の水訓で、古い契約にも触れている。一部の学者はこれを、でエジプトキシナイさんへの旅にあるモーセの十回の体型だと考えている。キリスト教は、トーラーとヘブライ語聖書の一部を聖典とみなしているが、通常ヘブライ語やアラム語で書かれた、マソラ本文ではなく、 コインレイギリシア語で書かれた70人約聖書の訳本を使用する。わかりやすい例を2つ挙げる。本の名と順序はユダヤ教に伝統的なものがあるが、キリスト教では改めてまとめ名付け直して70人約聖書に近いものとなっている。キリスト教の一部宗派が聖書聖典に含めているいくつかの本は現代のユダヤ教聖典にも キリスト教のヘブライ語聖書にも含まれていないが、70人、約聖書には含まれているものがある、外典、第二聖典など、デベロップメント・オブ・ザ・オールド・テスタメント・キャノンを参照。キリスト教が、クデ理一方を聖典として受け入れないのは、それがクデンであって、イエスの時代の形式で記録されていないからである。キリスト教では、神はイエスを通じて、 人々と新しく契約を結び直したと考える。新しい契約を記録したものが、福音書、使と原稿録と書簡その他を付さして、新約聖書と呼ばれるものである。新約聖書ザニューテスタメントのテスタメントという語は、テルトリアヌスに由来しているが、通常は契約と理解される。カトリック教会や聖教会など一部のキリスト教徒は、新しい契約には聖伝や教会法が、 含まれていると考える。しかし特にプロテスタントは、その伝統の天居を認めず、聖書のみの原則を堅持し、聖書本体だけを教義と慣修の最終的な拠り所とする。さらに一部の宗派には、使徒継承により、今日まで伝えられてきたイエスが使徒に与えた句伝を含むものもある。キリスト教では、イエスに関する聖書を新約聖書と呼び、 基範についてのヘブライ語の本を旧約聖書と呼ぶが、これは地間神学に基づく表現である。ユダヤ教は、聖典を古い契約と称する、レトロニムを認めず、新約聖書をキリスト教の聖書と呼ぶ。ユダヤ教はまた、新しい契約が、成文もしくは、区伝のトーラーの代わりを果たす、トーラーを廃止する、トーラーを成し遂げる、あるいはトーラーの発展形である。 完成形であるという主張のすべてを拒絶する。したがって、モーセ語書がキリスト教徒に及ぼす権威をキリスト教が幾く枠も認めないのと同様、ユダヤ教は新約聖書がユダヤ教徒にかななる宗教的権限を持つことをも認めない。多くのユダヤ人からすれば、キリスト教はトーラーやモーセの重回に対して極めて曖昧な見解を持っているように見える。 神の言葉は絶対であるという一方で、キリスト教徒は戒律を恣意的に選択しているように思えるからである。キリスト教徒は見解を補強するために、旧約聖書から戒律を引き合いに出す一方で、同じような重みを持つ、はずの他の戒律を無視していると、一部のユダヤ教徒は主張する。例えば、神はいくつかの戒律を永遠に残せと明言したし、 いくつかの行動を忌まわしい行為として禁止したが、キリスト教習派の大部分でそれらは禁止されていないと指摘する。このような恣意的選択の基盤となっているのは、初期のユダヤ人キリスト教徒が使徒原稿録の中でエルサレム会議の際に下した判決であると、キリスト教徒は説明する。この会議では、違法人はユダヤ教に完全に回収する必要はないとされた。一方、 偶像崇拝、寛因、流血、同性愛を避けるといった一部分のトーラーには従わなければならないとされた。この見解は現代のユダヤ教にも引き継がれ、ゲールトーシャーブはユダヤ教に転向する必要はないが、ノアの方だけは遵守する必要がある。ノアの方も、また、偶像崇拝、寛因、流血を禁じている。イエスを受け入れた、 ユダヤ人もトーラーの全てを遵守すべきであることに一部のキリスト教徒は同意する。これはイエスからユダヤ人へ向けてのトーラーを無視する理由に自分を利用しないようにとの警告による。またメシアニックジュダイズムはキリスト教からもユダヤ教からもキリスト教の宗派の一つとみなされているが彼らに契約進学論者はメシアニック10を支持する。一方、 一部のプロテスタント派は、モーセの立法の遵守を全面的に否定する。その否定はイエスによる立法にまで及び、マルティン・ルターは、その無立法主義を批判した。少数のキリスト教派は、キリスト教徒でありながら、トーラーに従うことで知られる。新しい契約の下で神に従うものすべて、すなわち違法人にさえ、モーセの立法が適用されると考える。これは、神の命令は、 永遠で良いものだと見るからである。ユダヤ教徒とキリスト教徒は共にアブラハム、イサク、ヤコブの神を信じる。ユダヤ教徒にとってはタナハの神、キリスト教徒にとっては古い契約の神であり、創造神である。ユダヤ教とキリスト教の主要な分派は神が肉体的な存在として世界のうちに存在するという内在の考え方を否定している。しかし、 これを、精霊の概念とみなすものもあれば、三位一体論者のキリスト教徒は、神の化身を信じてもいる。どちらの宗教も、神は全く超絶的で、西暦紀元前のギリシアの知られざる神のように、世界とは分離しているという考え方を拒絶する。どちらの宗教も、無神論、多神教のどちらをも否定する。どちらの宗教も、 神の超越性と内在性を共有している。二つの宗教がこの問題をどのように解釈しているかが、すなわち二つの宗教の相違点である。キリスト教は神は三位一体として存在するという。この考え方では、神は三つの別個の威嚇として存在し、一つの本質もしくは実質を分け合うことになる。三つは一つで、一つは三つなのである。 神は一つで分割することはできず、父なる神、子なる神、精霊という三つの威嚇も明瞭で混乱もないとする。神は特に子なる神への受肉を経て、物理的な意味で内在的になったことを示す。子なる神は、ナザレのイエスとして生まれ、完全なる神であると同時に、完全なる人であると考えられている。キリスト教徒を自認しながらも、これらの教義の一部を否定する宗派もある。 対照的にユダヤ教は、神は一つの実体であって三位一体論は、理解不能、かつ、神は一つと教えた聖書に対する威廃だと考えている。ユダヤ教は、イエスタどんな人やものでもそれが、神足り得るという概念、物理的な形であれ、分身という形であれ神が、息子を持つという概念、そもそも神が、そのような流儀で、物質世界に関わるという概念のすべてを、 拒絶している。ユダヤ教が京都に提示するのは、神の卓越を表す言葉、愛にソフト内在を表す言葉、シェキナーの言葉だけであり、それも神のありさま二つを記すための人間の言葉でしかない。神は唯一であり、不可分なのである。ユダヤ教は、どうすれば正しく行動できるか、人々に教えるのが、トーラーの目的だとする。神の存在は、 ユダヤ教にとっては自明の理であり、権威者のほとんどが信仰問題として必修だとは考えていない。トーラーはユダヤ人に神の信仰を命じていると専門家の一部はみなしているが、ユダヤ人はユダヤ教徒としての生活に神の信仰は必要ではあっても十分ではない条件だと考えている。ユダヤ教を表す典型的な言葉はイスラエルよ、聞けである。これは 聖書の神は自分たちの神であり、唯一無二の存在であることを示す言葉である。ユダヤ教を表す典型的な行動は、トーラーに明記された戒律613の三つわに従って行動し、神に従って人生を送ることである。このようにユダヤ教では、基本的に高徳であるために、この世から離れるのではなく、神の立法に従って、 この世に功徳をもたらすことを求める。キリスト教の多くも、また、神は人々に事前を望むとするが、それだけが救済への道筋だという立法主義は、に契約進学以外のすべての支配で否定されている。一部のキリスト教宗派は、救済はイエス信仰への変容次第だと考えている。そしてその変容は、その人の信仰を目に見える形で証明するものとして、 事前行為という形で現れるというのである。特に正教会とカトリックにその傾向が見られる。一方、他の宗派はプロテスタントの多くを含め救済に必要なのは信仰だけだと考えている。元来は信仰の定義の問題であって実質的にはそれほど大きな差異はないと主張する者も,もいる。変容次第と考える派は一般に信仰の号聡明な 心からの同意と服従という意味で使う。つまり人が人生を転換させて、神に向かって、初めて、信仰が救済をもたらすのである。信仰による救済だけを信じるキリスト教徒が定義する信仰は暗黙のうちに存在論的なものとなる。単なる知的参道は、この派にとっては、信仰を意味しない。信仰とは、定義上、人生を転換させることである。 どちらの宗教においても神の意に背くことは罪とされる。罪は思想、言語、行動のいずれでもあり得る。カトリックでは罪をいくつかのグループに分類する。神との関係を傷つけることは小罪と呼ばれ、神との関係を完全に断ち切ることは大罪と呼ばれる。罪の救済なくては人は神から永久に離れ、来世は地獄行きとなる。カトリックと 正教会どちらも概ね、罪とは、汚点であり、精神的な傷や不条であって、人間の姿や神の掃除に損害を与えるものと、定義する。ヘブライ語には罪を意味する言葉が複数あり、それぞれが特定の意味を持つ。ペシャは、権利侵害を意味し、犯行という罪を指す。アベイラは、違反を意味する。アーボーンはトガを意味し、道徳的な欠陥という罪を指す。 最も一般的に罪を意味する単語、ハッターは、誤った状態になることを指す。ユダヤ教徒の立法であるファラーハーは、適切に生きるための道を示しており、これから外れることは罪であると定義する。ユダヤ教の教えによれば、人は自由意志と共に、イエツエルハットーブとイエーツファラーの両方を備え、道徳的にニュートラルな状態で生まれるという。イエツエルハットーブは、 善の衝動の意で、善の方に向かう傾向と理解するものもあれば、生産的な人生を送る傾向、他者に関心を持つ傾向と理解するものもある。イエーツ・ハーラーは、悪の衝動の意で、悪の方に向かう傾向と理解するものもあれば、癒しく、動物的な振る舞いをする傾向、利己的な傾向と理解するものもある。ユダヤ教では、すべての人は自由意志を持ち、 進むべき人生を選び取る力があると信じられている。善を選び取るのは不可能ではない。ただ時には少し困難なだけだ、と教える。本人が望めば、大抵の場合、戻る道も見つかるとされる。ただし政府では、中象をする人、噂話をする人、意地悪な人など、特定の分野では、戻る道は非常に困難だと警告している。ラビは、 イエーツ・ハーラーにも意味があると認める。天地創造の際、神が創造の成果を5日目には良いと評価し、6日目にはとても良いと評価したことと同一視している。イエーツ・ハーラーがなければ、人は結婚、子孫、商業その他、人間の営みの実りを得ることもなかっただろうと説明している。イエーツ・エル・ハット・オブとイエーツ・ハーラーは、道徳的な善悪の問題ではなく、 献身との思考であり、正しく使えばそのどちらもが神の意志にかなうとする。道徳的なバランスとみなすユダヤ教とは、対照的に、キリスト教は現在について、アダムとエヴァの不服従を罪の始まりとし、いわば精神的な遺産だと述べている。キリスト教では、人はは腐敗し欠陥のある人間性を受け継ぎ、悪の傾向は以前よりもひどくなっていて、 もはや来世で神と関係を結ぶこともできないほどだと教える。これは何か有罪であることを意味するのではない。人はそれぞれ個人的に自由意志で犯した自在に対してだけ有罪なのである。しかし、現在に対するこのような理解の裏には救世主による魂の救済が必要であるというキリスト教の教えがある。そして救世主とはたとえ人間が 本質的に純粋とは言えず、救済に値しない存在であったとしても、罪を許し破棄してくれる存在であるとする。パウロは、ローマの信徒への手紙と、コリントンの信徒への手紙一の中で、この教義に特別に重きを置き、キリスト教徒はイエスに許され、死を克服し来世の救済を得ると説いた。カトリック、東方正教会、プロテスタントの一部では、洗礼のサクラメントには、 各々の傷ついた人間性を癒し恩寵を回復する意味があると教える。これはヨハネによる福音書の用語に従い、水と精霊とから生まれるとされる。大部分のプロテスタントは、個人がイエスを信じると決めたときに救済の恩寵が得られると信じており、このバプテスマはすでに恩寵を得たことの象徴とされる。キリスト教もユダヤ教も愛を主要な概念とするが、 文芸評論家のハロルド・ブルームはその著書、イエスとヤハウェ、神の名で愛の概念が二つの宗教観で異なっていると主張する。具体的にはユダヤ教の愛の概念は正義とキリスト教の愛の概念は事前へと繋がるという。英語同様、ヘブライ語の愛は親密でロマンチックな感情や関係を表す言葉である。キリスト教徒はしばしば十人に約聖書を使って、 愛の種類を分類する。フィリアは、兄弟間エロースは、男女間アガペーは、自己犠牲の愛を指す。ユダヤ人学者や、神学者同様、ユダヤ教が、基本的に愛の宗教であることを、ハロルド・ブルームはよく理解している。しかし彼は、人が、ヘブライ語の愛の概念を理解するのは、ユダヤ教の中心的解律の一つで、第二大解律と呼ばれる。 隣人を自分自身同様に愛しなさいに見られるのみだと主張している。タルムードのヒレルケンラビの秋葉弁ヨセフは、これはユダヤ教の重要な要素だと注釈している。この戒律はユダヤ教の信仰の核心でもある。トーラーの3冊目であるレビキは文字通り戒律の中心にあるが、ユダヤ人は歴史的にこれを重要で中心的なものとみなしている。伝統的に 子供たちがトーラーをレビキから学び始めるし、レビキに関する注釈文献は最も詳細で最も長いものとなっている。ニューヨークのラビのベルナール・バンベルガーは、聖であれという神の戒立で始まるレビキ19-2に,に注目し、これを聖書の最高潮、最も多く読まれ引き合いに出される部分とした。前期のレビキ19時18分は、それ自体この章の極点である。 唯一、ナハで胎児に触れている箇所で、まだ生まれていない胎児を殺す脱退と、すでに人として生まれた後の殺人とでは、罪の重さは同等ではないと明言されており、脱退に対して与えられる罰も殺人に比べれば、非常に軽いものとなっている。タルムードでは、頭か体のほとんどが、女性の体内から出て、初めて、胎児は、正式に人として認められると述べている。したがって、 打体は、殺人ではなく、抑制された状況の下で行われる妊娠中絶は、ユダヤ立法の下では合法であった。12世紀の偉大な聖書、タルムード学者、シュローモー・イツハーキー、通称、ラシは、胎児は、人ではないとはっきりと述べている。タルムードに、胎児はその母のももであるという表現もあり、胎児は、妊婦の体の重要部分だと考えられている。 ミシュナーのナシーム六十九ビットには、タイガは四十日を過ぎるまでは単なる水に過ぎないと考えられると書かれており、誕生前の胎児を人間とはみなさないのだと思われる。こういった考え方に賛同するキリスト教徒は、胎道以前の流産を関連づけるかもしれない。胎児は女性の一部であって一つの個体とは考えないという、ユダヤ教の考え方に関連する不死が、タルムードには、 さらに二つある。一つの項では、妊娠した牛を購入した人は、買った牛だけではなく、その牛から生まれた子牛と、両方の所有者でもあると述べている。もう一つの項では、妊婦がユダヤ教に回収した場合、母親の回収は退治にも適用されるというものである。仮に、 女性の命を救うために妊娠中絶が必要だと医師が考えていれば、ユダヤ教はそれを支持するし、実際その権限を与えてもいる。権威あるラビの多くは、胎児に著しい遺伝的欠陥が認められる場合、中絶を許可する。望まぬ、妊娠のため女性に自殺願望がある場合にも、中絶は許可される。しかし家族計画や、利便性のために妊娠中絶することを、 ユダヤ教は許していない。おのののケースについては個々に決定されるべきで、その決断は、妊婦と、その妊娠に責任がある男性、彼らのラビの責任においてなされなければいけない。ユダヤ教とキリスト教とは、有効かつ拘束力を持つ教えとして、道徳的なトーラーの教義を、数多く共有している。これら二つの宗教の倫理系統には、多くの共通部分がある。 にもかかわらず、競技には相当に大きな差異がいくつか見受けられる。ユダヤ教には平和と和解に関して多くの教えが存在し、それによれば身体的な暴力は最後の手段とされている。しかしタルムードでは、誰かが殺意を持って向かってきたならば、自己防衛による殺人も辞さないことを義務とする。ユダヤリ一方では、自殺を禁じているが、喉を晒すことは、 自殺行為に等しく、殺人者が盲人の前に障害物を置く行為を補助しているのも同じだという。平和の法と自衛の義務との綱引きは、戦術的平和主義と呼ばれるユダヤ教の教えへとつながっている。これは乱暴や暴力を可能な限り回避するが、自分や民族の生命を守る必要がある場合には力を行使するというものである。通常ユダヤ立法では、 神の徳を否定する行為として自殺を禁じている。しかし殺されたり、ユダヤ教への裏切りを強いられたりといった極限状況の下では、ユダヤ人は自殺や集団自殺を選ぶ。この時代の恐ろしい名残として、ユダヤ教の天礼にはナイフが喉に押し当てられた時の祈り足に際して神の名をことほぐ祈りさえ存在する。これらの行為に対しては、 ユダヤ教の権威の中にも様々な反応がある。一部のユダヤ人が彼らを英雄的な殉教者とする。一方で、ユダヤ人は常に、殉教の覚悟を持つべきだが自身で命を絶つのは、間違いだと考える者もいる。ユダヤ教は現世に重きを置く宗教であり、ラビたちは生存と対立に関する多くの論点について、神を信仰する者は、そのような状況下でどうあるべきかを理解するため、 タルムードに基づいて、非常に深く掘り下げて論議した。例えば古典的な道徳的ジレンマの例として、砂漠に取り残された二人の持っている水が一人分しかない場合などが挙げられる。山上の水訓の記録によれば、誰かが頬を叩きに来たら、もう一方の頬も差し出せとイエスは教えたという。これに従いプロテスタントの四つの宗派は、平和主義的進学を発達させ、 乱暴や暴力を常に回避しようとする。彼らは歴史的平和教会として知られ、キリストの非暴力の教えを神学に取り入れ、暴力の行使場面に適応しようとしてきた。これらの宗派には、クエーカー、ベノライト、アーミッシュ、ブレザレン教会が含まれる。キリスト教国家や連合の大多数はこの神学を採用せず、実際問題として、それに従うことはなかった。 ヘブライ語聖書では死刑について多くの記述が書かれているが、ユダヤの賢人たちにはサンヘドリンで死刑を宣告する権限はほとんどなかった。極刑に値するような罪を犯し死刑が適用され、そうな場合でも、それが故意ではなく過失であれば、逃れのちその他の聖域を頼ることができた。ユダヤ教のタルムードでは死刑について70年に2人以上の死刑が出るような法廷は、 野蛮で地にまみれた法廷だという組織を免れないだろうと述べている。通常キリスト教では異端に対する刑に死刑を適用していた。異端とは神のお心に対する一般的な考え方を否定することであり、ウィッチクラフトその他の非キリスト教的慣習を含む。例えば、スペインでは回収を拒むユダヤ人は追放され、 圧力の元表面的には洗礼を受け入れつつも、ユダヤ教徒としての慣習を密かに継続していたような場合、死刑が課せられた。現在では、キリスト教の宗派のほとんどが過去このような場合に死刑が適用されていたことを非常に道義に反する行為だったと認めている。正統派ユダヤ教では、多くのキリスト教徒とは違い、 食に関する多くの制限と規則を今も守っている。キリスト教徒のほとんどは、カシュルーとは、痴漢神学されたと考えており、その例として、マルコによる、福音書7、食べ物が人を汚すことはありえない。人の心から生じるものが人を汚すのだというイエスの教えを挙げている。しかし、カトリックと、正教会は、宗派独自の食の規則を有している。 特に聖教会には断食に関して非常に細かく厳しい規則があり、エルサレム会議におけるローマ教皇の布告を今も守っている首都原稿6 5キリスト教の一部宗派はラスタファリ運動職のアイタルのように聖書の職の法の一部を守っている。エホバの承認は血液の使われた食べ物を拒絶し、同じ観点から輸血を拒むことでも知られている。 ユダヤ教では人間は本質的に欠点だらけで罪深く救いの手を必要とする存在だとはみなしていない。だからこそ人間には自由意志で自己を高潔に保つ能力があると考える。キリスト教とは違ってユダヤ教ではユダヤ人のメシアによる新しい契約と救済とを密接に結びつけては考えない。しかし新しい契約のもと、 神の戒律を守る新たな国家の建設にユダヤ人が関与することと信じている。そしてユダヤ人のメシアが世界に平和をもたらしすべての人々から神の容認を得ると信じている。ユダヤ教では適切な生活は事前行為と心からの祈りを通して形成され神への信仰をも強くすると考えている。ユダヤ教ではまた違法人も 来るべき世界で役割を得ることができると教える。これを成分化したものには、ミシュナーのアボット4時29分、アボダーザラー10ビット、ケトバー111ビット、マイモニデスの12世紀の法律規約、ミシュネートーラー、王の法律8.11が挙げられる。プロテスタントの考えによれば、すべての人間は罪人であり、神の恵みによってのみ救われる。本人の善行のみに頼れば、 地獄行きの破滅的宣告を受けることになるという。キリスト教とユダヤ教のどちらもが、審判について何らかを信じている。過去主義派を除くほとんどのキリスト教宗派は、いつかイエスが再臨するとともに死者が復活し、最後の審判が下されると信じている。イエスを自身の救世主として受け入れた人々は、 救われて、神の王国で神の午前に生き返り、イエスを救世主と認めなかった人は、火の海に投げ込まれて永遠に地獄をさまよう過端に、全滅させられることになるを参照。ユダヤ教の典礼には、人の記録である、生命の書に関する重要な祈りや談話がある。神は、それぞれの人々について毎年、その死後に至っても審判を下すという。一年にわたる、 この審判の流れは、老手発射がに始まり、読むキップルで終わる。さらに神は、個人のつ日の活動についても、日々裁きの座についている。来たるべき、メシアの登場と同時に、神は亡命の間に、イスラエルを迫害したことについて、国民を裁く。その後、神は、トーラーの遵守について、ユダヤ人をも裁くという、天国や地獄を実在の場所として描写した。 ユダヤ文学はほとんど存在しない。また、ヘブライ語聖書には、来世について言及した箇所は数えるほどしかない。一つは、サムエルのぼんやりした幻影で、サウル王の命令により、エンドアの魔女が呼び出した。もう一つは預言者ダニエルによる書に、地中に眠る人々が目を覚まし、永遠の命や永遠の像を得るという記述がある。古代イスラエルでは、 個々人の不死性よりもイスラエル国家全体の運命に関心が持たれていた。来世についての考えは第二神殿時代に発達したが様々なユダや教習派がこれにことを唱えている。ファリサイ派は死んで墓の中に休む人々の体はメシアが現れた時に復活し、その体には永遠の魂が宿ると信じている。マイモニデスもまた 復活の概念を十三の信仰過剰に取り入れている。ユダヤ教の見解は、はじめに神は裸のアダムに衣を与え、最後に死んだモーセを葬ったという、トーラーについての初見に要約される。イスラエルの子らは四十日間嘆き続けた後、それぞれの人生を生きた。ユダヤ教で天国はしばしば神がタルムードを天使と闘技する場とされ、そこでユダヤ人は、 苦伝と成文のトーラーを永遠に学び続けるという。ユダヤ人は永遠に続く苦悩の場所としての地獄を信じていない。ゲヘナとは煉獄であり、ユダヤ人は浄化されて天国に行くまでに、ここでこれまでの罪深さによっては最高12ヶ月を過ごす。特定の種類の罪人は天国に行くに足るほどの浄化は永遠に必わず、永遠の苦悩に直面するというよりは、 むしろ単純に存在が消されるのだと示唆するものもある。従って、自殺などの冒徳を行った者は、ユダヤ人墓地に埋葬されないなど罰として、コミュニティから遮断されることになる。もっとも実際には、自殺者は、精神的に無力で行為の責任を取れる状態になかった、と、ラビが裁定することも多い。ユダヤ教はまた悪魔が支配する地獄という概念も、持たない。 神の采配はすべてに及ぶため、悪魔といえど、神の一致天使に過ぎないのである。カトリックも、また煉獄を信じ、そこから天国に行けると考えている。しかし大多数のキリスト教徒は、地獄とは焼けつくような火の海で、その苦悩は決して終わりを迎えることがないと考えている。火炎の苦悩は、永遠ではなく、そこにいる人も、最終的には救われる、または、 その存在を消されると考えている宗派は、ごく少数である。キリスト教徒にとっての天国は、様々な方法で表現される。新約聖書、特に、ヨハネの目視録には、神の王国について記述があり、天国とは新しく再建された地球であり、来るべき世に、罪や死は無縁であり、新しいエルサレムは、神、イエス、14万4000人のイスラエル人を筆頭と、 するすべての種族で最も正しい信者、平和に基準例に参加して都市に栄光をもたらして、救済を受けたすべての人々により導かれるという。預言者エレミアがイスラエル人に災難の兆しを預言したのと同様、キリスト教ではしばしば報酬としての天国、罰としての地獄の約束が善悪の振る舞いへの刺激とされる。現代のユダヤ教は、 一般的にこのような形での動機づけを拒否し、その代わりに正しいことを正しく行えと教える。マイモニデスは次のように記述している。私はトーラーの指針を実行し、その知恵を学びます。だからトーラーに書かれた点の恵みのすべてをお与えください。来世での恵みをお与えください。私はトーラーで禁じられた禁忌を犯しません。だから、 トーラーに書かれた災いからお守りください。来世での命をお与えください。という言葉は不適切である。このような流儀で神に使えるのは妥当ではない。これは恐れから神に使えるやり方である。このようなやり方は預言者や賢人と同じ方法ではない。このようなやり方で神に使えるのは無知な者と女性と子供だけである。彼らは訓練の期間には 恐れから神に使えるが、十分な知識を得れば、愛から神に使えるようになる。愛から神に使える人は、トーラーを学び、指針を実践し、知恵に従って歩む。しかしそれは、全くした心からではなく、恐れや害悪からでもなく、利益を得るためでもない。彼が真実を追求するのは、それが真実だからであり、利益はそこに付随するものに過ぎない。アブラハムの時代。 聖なるただ一人の神が私たちの思想に我が友と呼びかけたのは彼が愛からの御神に仕えたからである。聖なるただ一人の神がモーセを通じてあなたの神、主を愛しなさいと我々に命じたのは現代への配慮である。人は真実神を愛するようになれば自然と全ての指針を実践するようになる。いつの日か ダビデ王の末裔が現れて、イスラエル王国を復興し、イスラエルと世界のすべての国家に、平和、繁栄、精神的理解の時代の到来を告げる日が来ると、ユダヤ人は信じている。ユダヤ人はこの人物をメシアと呼び、英語ではこれをメサヤと訳す。伝統的にユダヤ人は、メシアとは、純然たる人間であり、人間の良心から、 超自然的な要素は全くなしに生まれてくると考えている。メシアと神の関係は預言者と棚派の関係と同様であることが望ましい。申シェベンマイモン、別名マイモニデスはタルムードの解説の中で次のように記述している。また次のようにも書いている。彼はまたメシアの特質を明らかにしている。上記のような主張を抑えてキリスト教ではイエスを モーセと同じく神の命令を受け契約を交わして、束縛から人々を解放する預言者、メルキゼデクのようにレビ族の聖職者が見劣りするほど、立派な聖職者かつユダヤ人を支配したダビデのような王、神のごとく、全世界を支配するダビデの後継者という、ジョージと三つの性別の儀式の融合とみなし、メシアと認めている。キリスト教徒にとってイエスは、神の言葉であって、 人であると同時に神であり、自身を犠牲にすることで人間の救済を可能にしたのだと考えている。天国でイエスは神の右側に座り、終わりの時には再臨して最後の審判を下すと考えられている。ヘブライ語聖書に関するキリスト教の特本はイエスについての記述を数多く拾い出している。いくつかは明確な予言の形をとっているが、ほとんどは、 全長のような伏線の形で示される。伝統的にほとんどのキリスト教特本は、聖書に書かれたほぼ全ての予言は、実はイエスの降臨を暗示したもので、旧約聖書についても同様だと主張している。カトリックの見解カトリックは、エクストラ・エクレシアム・ヌラサルスと教えているが、レオナルド・フィーニー神父のようにこれを、救済はカトリック信者に限られると解釈したものもいた。 また同様に、教会のメンバーでない人々は、救済にたどり着けないという可能性を否定できない。最近、この教えについては、第二バチカン公会議の公会議文章、ウニタティスレディ・インテグラティオ、ルーメン・ジェンティウム、ノストライター・テと法王・ヨハネ・パウロ・二世紀の会直、ウッドナム・シント、ローマ教皇庁教理省の宣言、ドミヌス・イエズスで特に取り上げられている。教理宣言では、 非キリスト教徒はカトリックと比較して深刻な欠陥を持っていると主張したことで批判を浴びたが、また正式な教会信徒でない人々にもキリストの救済は恩寵により及ぶ。教会との関係が正式でなく恩寵がはっきりとは及ばなかったとしても彼らの精神的に具体的状況に合わせて彼らを教え導くことはできる。とも述べてもいる。 ヨハネ・パウロ2世は2000年10月2日、この宣言は、キリスト教徒の救済を積極的に否定したものではないと強調した。この告白は、キリスト教徒への救済を否定するものではなく、その最終的な源は、人と神が一体化した、キリストであることを指摘している。12月6日、法王は、声明を発表し、教会は、 他宗教の信者にも救済は与えられるという伝統的な姿勢を維持すると再び強調した。福音は、八福に従って生きる人々、勇気ある貧者、心の純粋なもの、愛を胸に生の苦しみに耐える人々は神の王国に入るだろうと我々に教えている。さらに法王は、誠実な心で神を求める人々は、キリストとその教会を未だ知らぬ人々であったとしても、 皆恩寵を受けてこの王国の建設に貢献しているのだ。と付け加えた。2002年8月13日、アメリカのカトリック司教らが、改革派と保守派のユダヤ教指導者らとの共同声明を発表した。これは、契約と不況における制策と呼ばれ、ユダヤ教徒を改修の対象としてはならないと断言した。声明では、ユダヤ教徒はすでに神との契約を済ませており、 ユダヤ教徒は神の王国実現に向けて世界を整えるため神に呼ばれているとした。しかしアメリカの一部パプテスト派と他のキリスト教、原理主義者には未だ疑り深いユダヤ教徒に援助活動と称して関わることは自分たちの義務だと考える者も,もいる。東方正教会の見解東方正教会はメタノイアの続く人生を強調し思想、信仰、 行動の改善を説く。ユダヤ教イスラム教その他の非キリスト教を信仰する者の救済について、正教会は伝統的に教会外に救済なしと教えている。他の宗教であっても、キリスト教と一致するところがあれば、そこに真実が存在する可能性があると、正教会は認めている。正教会の進学者の多くは、すべての人々には、その死後、 イエスをはじめとする神と一体化し、教会の一員となる機会があると信じている。神は思いやりがあって慈悲深い存在なので、福音書のメッセージに耳を傾けない者がいたとしても、異端に歪められた福音書を信仰していたとしても、その人を断罪することはないと考えている。そのため、彼らはいつか本物の情報に基づいて決断する機会が与えられなくてはいけない。 神を拒絶することに固執していた人々も人生の全ての源の神の愛から自分を切り離し続ければ最後には自分自身を非難することになる。ユダヤ教徒もイスラム教徒もその他宗教の信者も来世ではキリスト教に改修すると考えられている。通称モルモン教は正教会には分類されないがこの宗派もまた正教会同様の信念を持ち 死者に洗礼を行う。これによりその祖先までもが儀式を受け入れる機会を与えられると信じている。ユダヤ教は不況をしない。正統派のユダヤ教は改修してユダヤ教徒になることを故意に難しくしており、生活、学習、構成、行動面において数年間あらゆる努力を重ねる、要要求する。最終判断においても、 決して必然的な結果を得られるとは限らない。ユダヤ人と結婚してもシナゴーグに通っても、コミュニティや宗教にどれほど深い関わりがあっても、ユダヤ教徒にはなれない。ただ本式に則っ,って、懸命にゴールの見えない作業に何年も取り組む様子を監督され、それをはっきりと保証されることによっての未回収は果たされる。この過程がいくらか簡潔になった。 ユダヤ教習派も存在するが、まだ決して一般的ではない。過去にはユダヤ教が布教を行っていたこともあるが、これは活発な布教活動というよりも、改修への開放性というべきものであった。ユダヤ人は、神に接近するのに、ユダヤ教徒である必要はないと信じているので、非ユダヤ教徒がユダヤ教に改修するよう、宗教的圧力をかける必要性がない。 例外として、ハシディズムに属する宗派ハバドル・バビッチではここ、数十年間、ヒユダヤ人にとって、キリスト教に代わるものとして、ノアの七回を活発に奨励している。対照的に、キリスト教は、明らかに不教の宗教である。キリスト教とはイエスから、それゆえ、あなた方は言って、すべての国の人々を弟子としなさいという、大宣教命令を受けている。 歴史的に見れば福音主義は死や大規模追放の脅しによる強制改修につながったこともある。この種の乱用はもはや一般的でなくなったとはいえ、特定の時期、特定の場所では福音主義は高圧的な強制に向かい重要な悪意をもたらすことがある。ユダヤ人の多くはイエスを大勢いる自称メシアのうちの一人に過ぎないと考えている。 モーセの立法に定められた預言者の試練を成し遂げた者はまだ誰もいないと考えている。そうでない者はイエスは非ユダヤ人と働いたラビでありメシア的な存在ではあったものの本人より後の時代の追従者によって歪められたのだとみなしている。イエスとその支持者の名においてユダヤ人の心身に対し数多くの暴力が振るわれ、 多くの教会の活動で未だ福音主義がはびこっているため多くのユダヤ人はイエスについて討論することにも不快を感じ彼をイエスと呼びかちある人物としては扱わないユダヤ人はイエスについてどう考えるかという質問に対する答えとして哲学者ミルトン・スタインバーグはユダヤ人にとってイエスはラビ以上の何者でもないと主張している ほんの数点でイエスは伝統を踏み外したと、スタインバーグは結論づけている。そのほんの数点で、彼は失敗したのだと、ユダヤ人は考えている。立法の研究所である、タルムードでは、イエスは断片的に批判的言及がなされている。イエスの生涯を逐一追ったものではないが、イエスが死生児であり、ダビデの家系ではありえないこと。イエスが、 ラビの教えに背き破門されたこと。イエスが弟子たちと淫らな関係にあったこと。ユダヤ教のラビたちはローマ法によることなくユダヤの立法に則っ,って異端者であるイエスを石田の刑に処し遺体を木にさらしたこと。イエスは沸騰する糞便の中で永遠に座らせられることなどを説いている。これとは別にイエスの生涯を批判的に再構成した。 トルドーとイエシュモルフした。原型となる説話は2世紀までに作られた。様々な遺本が存在し、ポンテオピラトとヘロデが登場するものと、女王ヘレナがパレスチナを治めているという設定のものに、大別される。9世紀以降に、ユダヤ教の名神として、キリスト教側に認識されるようになった。さらに、13世紀に、ライムンデス・マルティに、信仰の探検で、 大々的に球断され、キリスト教徒によるユダヤ教徒迫害の大義名分として利用されるようになった。このため、ユダヤ教の指導者は、むしろ旗迷惑な民間伝承として批判するものも多かった。ユダヤ教では、神はどの人間にも犠牲を要求することはないと信じている。この点は、明けだすなわち、 イサクの反則の物語についてのユダヤの伝統で強調されている。ユダヤ人の解釈では、トーラーのアケダーは、神がアブラハムの信仰と意志に試練を与えた物語であり、イサクは実際には、生贄として捧げられる予定ではなかったという。このようにユダヤ教は、誰かが他の誰かの罪のために死ねる、あるいは死ななくてはならないという概念を拒絶する。ユダヤ教は、 神の意志に従って、この世でどう生きて、人生を神聖なものとするべきか、学ぶという現実性に焦点を当てており、来世への希望については重視していない。ユダヤ教は、キリスト教と違って、天国と同様、来世で罰を受けるという場所の概念を信じてもいないし、それを焦点にもしていない。ユダヤ教は、イエス崇拝の本質は、多神教的なものとみなし、 キリスト教が一神教の複雑な形とする三位一体の説明を拒絶する。キリスト教の祝日はユダヤ教にとっては宗教的重要性を持たずそれを祝うこともない。しかし西側の世俗的なユダヤ人の一部にはクリスマスを単なる休日とみなす者も,もいる。キリスト教はユダヤ教を成就し継承するものだとキリスト教とは考えている。教義。 一神教をはじめとする多くの実践、メシア信仰、祈りや聖書朗読に見られる崇拝の独特の様式などがユダヤ教に通ずると考えている。ユダヤ教は罪を償うために地のあがないを必要としたものの第二神殿の破壊後にそれを放棄したとキリスト教徒は考えている。ほとんどのキリスト教徒は中継ぎとして モーセの立法も必要ではあったが、キリストの卓形以降は一般にも、儀礼上にも、心からの指示は、新しい契約が取って変わったと考えている。一部のキリスト教徒は、新しい契約の進学にこだわる。新しい契約が結ばれ、ユダヤ人が、モーセのしない契約の元祝福を受けることは終わったと、述べている。この考えにことを唱えるキリスト教徒は、 アブラハムの契約のもとユダヤ人は特別な位置にあると認めている。新契約進学は、このようにに契約進学とは対照的な立場を取る。ユダヤの人々を神に近い民族とみなし、ユダヤ人の解釈や展望を理解し、自身の信仰に取り入れて、ユダヤ教をその親宗教として尊重し、キリスト教のルーツをより完全に探し当てて、そこに立ち戻ろうと考える者もいる。 ユダヤ教の要素を受け入れたキリスト教徒は、時折、ジュダイザーとして、キリスト教徒に非難される。彼らは非ユダヤ人のキリスト教徒に圧力をかけ、現代のキリスト教徒のほとんどが、モーセの教えを拒否していることを明らかにしようとする。二つの宗教はそれぞれ、相手宗教に対して様々な見解を持っている。その上二つの宗教間には、対立、迫害、時には和解といった。 痛みを伴う長い歴史がある。その歴史は時間とともに、二つの宗教の関係に対する互いの見解にも影響を与えてきた。ユダヤ人への迫害、改収強制、強制連行といったヘイトクライムが何世紀にもわたって起きては、時折和解のそぶりを見せている。ポグロムは、欧州キリスト教世界ではよく起きたし、組織化された暴力を受けたり、 土地の所有や職業を制限されたり、強制移住でゲットに押し込められたり、服装規定を義務化されたりと、屈辱的な行動や拷問を強いられたこともあった。そのすべてがユダヤ人の文化に大きな影響を与えた。キリスト教徒はユダヤ教徒を古い契約の保持者だと受け止めている。ユダヤ教徒はキリスト教徒を唯一神を崇拝する、もしくは独自の宗教観を持つ。 ヒユダヤ人と受け止めている。これまでの長い期間、それぞれの一部が他方を様々な疑いと敵外心を持って見てきたことは否定できない。マルティン・ブーバーにしてみれば、ユダヤ教とキリスト教はどちらも同じメシア信仰に基づく派であった。ブーバーはこのテーマをもとに、ユダヤ教とキリスト教の間に生じる緊張について有名な定義付けを行った。メシア以前に、 我々の運命は分かたれている。今やキリスト教徒にしてみれば、ユダヤ教徒は、起きたことを見ようともしない、理解しがたい頑固者である。そして、ユダヤ教徒にしてみれば、キリスト教徒は、この報われない世の中でもあがないが成就したと言い切る、理解しがたい向こう水である。この大きな隔たりには、人の力で橋を架けることなどできはしない。1八百九年に設立された、 イングランド国教会のロンドンユダヤ人教会のように強制的でない選挙や援助活動が行われている例もある。明白なのは公的にはほとんどの人々が並んで平和に過ごし数多くの段階で力強い対話がなされて過去の争いを調停し歴史的遺産を共有し古代ユダヤからの精神的血統や宗教的なつながりに 多くのキリスト教徒が重きを置いていることである。キリスト教徒とユダヤ教徒は、どちらも同じ全能の神を崇拝し、共通の預言者が何人かいて、どちらの宗教も世界をより良い場所にすることを目指しているという事実を認めることで、最終的には共存できる。ホロコーストの後、ユダヤ教徒とキリスト教徒が、互いの相違を尊重する、新しい関係を作ろうとする試みがなされた。 1942年に、キリスト教ユダヤ教協議会が設立され、国際キリスト教ユダヤ教議会も設立された。1947年に、ゼイリスベルク会議が開かれ、キリスト教との反ユダヤ主義の原因に関わって、ゼイリスベルクの10カ条が採択された。60年後に再び、エクジによるベルリンの12カ条は2つの、異教コミュニティ間の対話を表明しようとしている。 ありがとうございます。